これがワンダーブロックです。これは2枚の木が組み合わさっています。そして一切釘を使わずにこのような組み方をしています。これは日本に古くから伝わる木の組み方で、古い神社やお寺はの柱はこのように組み合わさっています。4箇所このように十字に組むことによって絶対に取れません。横にもずれません。では今からこの中にこのコインを入れてみたいと思います。このシールをしっかりと貼っておきますから、ここにサインをしていただきましょう。